おやすみ、おやすみなさい。ジョブロック。ウルスです。はい、ホームレスになったというわけで楽しい楽しいホームレスライフの始まりや。楽しくないねんけど。全然ご覧の通り、はい、多摩川、はい、これ多摩川といえばホームレス村です。やっぱホームレスになったっていうことで、やっぱ仲間にいろんな意見を聞いたりとか。ここってあの河川敷やねんけど、政府の管轄が行き届いてないねんな。全然のどかやん。向こうのあの草むらの方行ったら、ホームレスが集落を形成してて安住の地が広がってんねん。なるほど。それぞれいろんなライフスタイルでいろんな生活の軸のお金の稼ぎ方を知ってて、そういう話も聞きたいし。でやで、住みます、ここに。なんでなんで。全国いろんな安住の地ってあると思うけど、ここ集落とがふさわしいかなと。第一つ目の土地、ここに選びました僕。いやいや、ここ住むんですよ、ホームレス村。嘘やろ。この間台風とかもあったやん、うん、去年の暮れぐらいに、はいはい、あんなんとかでも結構なんか荒れてたりするから、実際今どんな感じなのか確かめたいし、あの時のおっちゃんは未だにしっかり生活してんのか。でもあのうちはやっぱ自然豊かやし、こんないい場所ないって言ってたから、うん、それ実際にやっぱ俺も住んで確かめなあかんの。行ってみたいと思います、ここで、はい、うん、レディゴー。こんにちは。この辺で YouTube とか話してみたいな。大阪はどこですか？大阪は僕はあの西成とかわかります？あ、西成知ってる。俺住んだことない。あ、西成向かいどうや？ああ、はいはいはい。あ、じゃあ奥の契約入れてみて。アルミカーがそうですよ。ああ、1キロ当たりね、100円なんですよ。1日だいたい3000円ぐらい集まるんですよ。これは何ですか、これ。これね、もう一台リアカー作ろうかと思って。いやー、なるほど。自分で作ったんですよ、あれ。あれもですか、うん、見ていいですか。いやー、そうですね。これ自分でですか。そう。すごっ。こっちはすごい。今、ホームセンターこんなあたりに行ってさ、はい、買うと、あれ全部19歳の大丈夫でね、ただです。ただですか。うわ、すげー。タイヤも、タイヤも拾って。全部19歳。職人すごいな。1週間のうち3日か4日働くだけだからさ、1万円ぐらい集まるね。すごいな。なんで作るかっていうとね、はい、ここはね台風ですよ。あー、強かったですよね。そこの4メーターまで来たから。えっ、逃げて、はい、逃げてさ、逃げ出せるように。あー、そういうことですね。いや、大事ですね。え、どこに泊まってるんですか。私はすぐそこで5、6年になりますよね。あ、そうなんですね。今、家ないんで、だからもうその辺泊まったりとか。この辺なんか泊まる場所ないんですか。じゃあ、ちょっと歩いて。すごい。すごい。めっちゃ家らしいな。あ、ここ料理作ってる。すごい。じゃがいもの。どうやな。え、どう？じゃがいも。ちょっと歩いて。でもこれをゲットした。だって申し訳ないな。じゃあ一口もらっていいですか、これ。しっかり家。これベッドやもん。ここで。そう、もう本気のベッドなんねん。ここで寝てんねんな。いや、でも雨風はしのがれねんな。そうやな。いくら屋根あるって言っても、ちょっと奥行ってみるか。はい。すごいな。でっかいリビングいっぱい。なんか畑でも作ってたんじゃん。うん、過去に。過去にな。過去に。すごい。出た。ジブリ堂。ジブリ堂。いや、ここをもうちゃんと整備したんかな。っていうことやろな、多分。な、その人たちが、うん、住人の。犬もあれちゃうかな。こんにちは。こんにちは。台風ですか。これ台風の災害だ。どうっすね。なんてもんじゃないよ。お茶も住めなくなったんじゃないですか。住めないよね。ゴミがこんなことも、ずっとこれ沈んだんだけどね。もともとここに住んでたんですか。こっちに住んでた。ここ流れてきたんだ。出てきたっけ。流れてきたんだよ。うわ。うわ。そっち側にあったな。なるほど。誰か怪我とかなかったですか。いや、一人死んじゃったんや。とんでもない高さだったんだ。早速逃げたんだから。まあ早速逃げたから良かったんですね。なんだよ。なるほど。でも良かったです。ご無事で。じゃあ、うちになりました。僕ここ何年か前来たんですよ。で、また近く通りかかったんで。台風でどうなったんかなと思って。それが関西弁の人オタクだったのかな。俺記憶があるんだよ。ああ、じゃあそうや。僕かも。そうなんです。大阪から来たんですよ。
お宅じゃなかったのかな。もうちょっと関西圏の人はめったに来ねえけどね。うわ、すげえ。今どこに住んでるんですか。いや、知り合いのところに居候してるの。ああ、そうなんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんまや、家やな、でもちゃんと、うん、ドアとかもあるし。見てみよう。うん。どっちがいい。いや、どっちも嫌や。すげえ。プライベートビーチみたいになってるやん。ちょっとした別荘でリゾートみたいな。なあ、めっちゃ綺麗よ。あ、テントある。住んでそうだけど、中入ってんのかな。すいません、すいません、すいません。おれへんかな、もしかしたら寝てるかもしれない。すいません、やられたな。あの時住んでたら人も大変だよ、実は。あ、すごい景色が綺麗。じゃん。え、おらへん。違います。あ、すいません。すいません。いえいえ。中国で。応援してます。あ、ありがとうございます。どこ行ったの？どこ行ったの？風強くて結構気温低い時だから。まあ、水行ったんじゃん。まあまあ、でもあの人稼いでるって言ったしな。頼んだけど、別の場所で寝るかもしれんな。飯買ってきてんけど。食べる？僕どうしようかな。どうする？もう一回ちょっと待ってみたら。一回一回飯食いながら待つか、うん。ご飯食べましたけど、まだ帰ってきませんね。確実に気づいたな。多分な。誰が見たもんか分からんから。怖いよね。メッセージ書いたらなんか手紙書くか。これに置いておきます。寝袋ね、うん、今の季節ぐらいだと乗り越えられそう。全然乗り越えるって寝る気なん、なんて寝る気。ほんまに寝んの。俺はもうここで寝る。ほんまに寝んの。せっかく寝袋もらったから。まあまあ寒いで、結構厚着できたから、ね、いやまあそうやけど。いや、どうする。俺でも寝袋もらってないから。俺は満喫行く気満々やったからさ。えっと、これで寝るわ。全然これからは別に満喫泊まったりとか適当にするけど、うん、もらったし、あと俺みたいし、こんな寝袋やったらさ、俺がここで寝てたりしてさ、完全俺ってわかるやん、はい、だからその時に言えるやん、誰が俺だけって。で、今日も結構夜も遅くなってきたからさ、うん、だからもうあと寝るだけやから、もう満喫じゃなくてもいいかな。何やしょ、まあ、ちょっとおじさんにしてるだけ。アメリカとかアフリカとか全各国で今まで行ったの不思議だから。どうしよう。もう俺やったから盛り上がってね。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。寝てるやん。もう朝ですよ。いいね。今8時ぐらい。15時ぐらい。寝心地良かった。やばくない。早くなるか。めちゃくちゃ早くなる。すごいな。どこ行った、おっちゃん。おっちゃんでも見かけてないな。なんな。多分俺、うん、マジで帰ってきて。いや、だ帰ってきたら気づく。これもそのままや。まんま置いてあった。なんかそのまま下に行ったんじゃん。そやな。それな、行くか。次はそっちに。そうですね。じゃ寝袋どうするんですか。え、寝袋返すわ。今日はもうここで。寝袋ないわけじゃないからさ。そうね。うん、マジ帰ってきてな。行くか。うん、行きましょう。ちょ、俺もちょ、会いたかった。あ、めっちゃうまい。うまい、うまい。